よし、やっていきましょう。エピックシェフの続きです。調査をね、していかないといけないんですよ。お願いされている調査、このね、紙を使えることが分かったので、この紙を使ってここら辺の人にどんどん渡していきます。いや、気づかなかったね、それね。ずっと昨日はね、すでに夕方になってたから全然渡せなかったので、今日はしっかり昼から町に行って渡していきましょう。米ちゃんがお腹空いてるな。まあまあまあ、餌自体は入ってるから大丈夫でしょう。よし、微妙に足りないアービンフルーツ入れておきましょう。ちょい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 、よし。うん、で、キノコだ、キノコ釣りもしたいんだよな。よし、釣り餌を作ります。うん、オッケー。いや、バッグがすごいおとなしくなったね。何を作りたいかな。牛の餌は結構あったでしょ。あ、そうだそうだ、パンガンの餌作りたいんだよ。あれ？あ、ここまで。うん、よし、パンガンの餌を作りたい。牛乳結構持ってたと思うんだよね。ここに、あ、こっちに入ってた。よし、こんなもんかな。ゴメちゃんもいけるか。あ、でもシルク使いたいからな。よし、カバの木行こうか。そろそろ早いですが、向かっていきましょう。ミルク落ちてる。よし、これで3つになり、卵を集める。おう、危ないぞ。よし、ミルク、シルクは、シルク、あー、そう考えるとやっぱ雲呼び出したいよね。いや、でも卵も必要だからな。雲の肉、いや、でも使っちゃったの間違いだったかって思ったけど、それのおかげでこの調査するが始まったからね。よし、いい感じの時間なのでは。どう皆さん、これ、うん、すごい昔の話をしている。知り合い、こういう知り合いは違うと思うんだよね。あ、そっか、この人アーウィンの木だった。いいね、アーウィンの木も。あ、でも実の方が効率がいいかな。どうも。うん。あ、どう？ブルニルダ会えて嬉しいよ。カニのいい使い道を思いつくといいね。うん、なんだ。あれ、全然だな。やっぱ密輸系だから。海回りかな。あ、エコワンリーグのものだったか。うん、海の方を攻めてみよう。よいしょ。よーし。君は多分違って、君か？バーベキューソースの話だった。やっほー。やっほー。違う。ヘイ。やあ、船長。ちくが。いや。ごめんね。あれ、全然誰も答えてくれないな。あ、やっほー、ユニコーンの糞か。いや、あれ、みんな気さくに話しかけてくれる。この調査をしたいのに。こんにちは、そこで腹筋している人ダメですか。あ、
この人も牛乳の人だしな。この人サーフィンだし。あれ、まあ、話しかけるだけ話しかけた方がいいのかな。君は公安リーグのものでしょ。難しいな。まあ、一応話しかけるだけ話しかけようか。サーフィンだよね。よいしょ。君も、うん、牛乳でしょ。うん。誰に聞けばいいんだ調査。プランでもないよね。一応ね、一応ね、ヤッホー。うん、ヤッホー。うん、違うなぁ。どこだ？ここの町じゃないのか？この町よねぇ。え？ゴロツキ。ゴロツキやこれ。戦いのやつだ。おぉ、違うなぁ。こんにちは。戦いだもんな。町かな。君はもうその場にいたからね。うん、精神に良い食べ物でしょ。いやー魔女とかも絶対違うよな。立ち去る、ごめんね。あ、みんなに気に入られてるね。ごめんなさい。はい、ありがとうございます。はい、挨拶しに来ただけだよ。どこ？調査所。もうちょっと話をしっかり聞いておくべきだったか。ドワーフの水に関する調査書。住人とドワーフの水について話す。住人誰？ドワーフの水。タバーは違うよね。ニャリアン地区も。ニャリアン地区行ってみる？いやー、違うだろうなー。密輸人やライス。あー、ニャリアンリーグだった。密輸人どこ？ヤッホー。いやー、おらんなー。お、君は？あー、話しかけられない人だ。うん、調査が難航しております。どちらですか？あなたではない。やっぱニャリアンのところは全部戦いなんだよな。戦いなんだよな。カリナリムなんてなおさらよ。戦いの人だ。どこ？どこに行くべきなのか。え？密輸人が誰かわからないからな。怪しい人が増えているなんてこともないよね。ん？密輸人って？ナイベス？フラッパ？
住人。身は違う。密輸人。密輸？密輸人っていうか、ここ？輸入輸出をやってる人のこと？なのかな、ひょっとして。ひょっとしてそうかもしれない。釣りでもしよっか。良さそうな魚だぞ、これは。よいしょね、よいしょ。わ、全然釣れない。よいしょ。あー、やば。よしよしよし。うわー、これは大変だった。あ、トースト行為か。自分自身を擬態する能力を持った行為か。おー、いいねー。3倍だぞ。よしよしよし。あ、トースト行為か。普通じゃん。スナンダークイーンカープ、トースト行為か、ダイオウイカがとてもいいやつなんだな。すごい見られているな。緊張しちゃうよ、そんなに見られると。応援してくれているのかい。俺は下手なところ見せられんな。ちょ、よいしょ。ちょ、あ、よいしょ。よいしょ。あー、ゴールデンクラゲ、いいぞ。使っちゃったからな、ゴールデンクラゲは。あ、飽きちゃった。ちょっと切ないな。おられるといられるとかな、気になるけど、いなくなると悲しい。お、初めてだー。レジェンダリークラブ出たな。うわ、すーごー。洗練に全てをかけてる。これ面白そうじゃないの。ネズミちゃんのせいにしたけど、ネズミちゃんのせいじゃない、さっきのは。よし、ふぅ、あと一匹。いやー、ダイオウイカ欲しいな。ダイオウイカ欲しいな。お、おじさん、レジェンダリークラブ釣れましたよ、さっき。よいしょ。ほら、釣れました。かっこいいでしょう。よしよし。はい、株の木引こうか。住人は、あそこの人なのかな。多分だけどね。アイベスも一応聞いてみよっか。アイベス？アイベスは密輸人ではないんだけどね、少なくとも今は。よいしょ。シリアさんはリーグの人だもんね。こんにちは。うん、アイベス、立ち去ります。はーい、やはり違ったか。あ、カバの木いっぱい。卵いっぱい持ってるんだ、カバノキ実は。あー、よかった。じゃああとはシルクだけだな。卵いっぱい持ってるんなら、ちょっとクモちゃんを追加するのもありだよ。よーし。うん、シルクのロープに関してはさらにね、加工までいるから、
卵よりもやっぱりシルクの方が欲しいんだよね。ロープ5。15個合計いるな。3。召喚は買ってすらいない。呼ぶんだ。呼ぶんだ。そっかそっか、いつもと違う。そうだそうだ。じゃあもうシルクあと1個じゃん。いけるね、それなら。じゃあ。そうかそうか。サバの木バッグは忘れがちだからな。シルク。お、落としてる。落としてる。つか、見逃してるやつないかな、シルク。どっかこぼれ落ちてない？でも少なくとも明日には行けそうだな。ドラゴンの巣、作っちゃうよ。そこにいるってことはご飯食べた？ゴメラちゃん。あ、ご飯食べたね。あと1個しかないや。調査が全然進まないな。よし、シルクがあと1個。卵。トーストコイカとかは入れておこう。でもここももういっぱいいっぱいになってなかったまだ。ガンガン。クラブ。ディライトか。エア料理ボックスも充実したね、前に比べて。どうしよっかなー。生地とか作って損はないよねー。ライスと人参で。生地はね、いっぱいあっていいからね。ディライトも作っとこ。ディライトじゃない。ピンクの生地も作っておく。美味しい美味しいピンクの生地を準備しておきましょう。シルクあと1個。だ。ネズミはもうそんなにいらないんじゃないかな。リンゴもそんないらないんじゃないかな。生地。いや、すっきりしたもんだね。箱が。よーし。アーウィンの木を買い取ってくれはするんだけどね。アーウィンの実をやった方が、早いもんな。よし。でも木だったら毎日3つ手に入るのか。実だったらなるのに時間がかかるけど。木何本だったかちょっと明日確認しないとね。まあ、今回は夜遅いし、ここで本でも読んで寝ましょう。はーい。おやすみなさーい。